はい。じゃあ、自己紹介してもらえますか？はい、はじめまして。私の名前はフィーナ・ウルミラニです。フィーナと呼んでください。24歳です。独身です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。日本に来たことあるんですか？はい、ありました。いつインドネシア帰りましたか？3月の1日です。何月、どうして帰ったんですか？契約が終わったから帰ります。技能実習生でしたか？技能実習生は3年間で、特定技能は2年間。じゃあまだ3年があるんですね。特定技能に通りますか？通りたいですか？ああ、取りたいですね。今まで働いた会社、どんな仕事だったんですか？パン工場です。パンですね。パンを作る。はい。熱い工場でしょ？暑いですね。たまに暑いですね。重いものありますか？重いもの。2年特定技能は重いものをやりました。わかります。で、今度の会社はね、寒い会社です。ですか。海近いですね。海近い。で、寒いです。海近いけど、被害とかあんまりないから大丈夫だよ。日本に行ったと思うんだけど、福島県に行ったんですね。はい、もともと寒いですね。福島県は、まあ、多分結構地震とかあるんだけど、千葉はあんまりないから、今度の会社は千葉にあるんです。被害もあんま地震とかも少ない。まあこれからわかんないんだけど、一応とにかくは少ないところ。で、外は寒くないけど、工場の中は寒いです。で、働いてて作るものは水産ってわかる？海鮮のもの。カニ、魚。大丈夫ですか？寒いよ。やってみます。やってみる。魚とカニを触る。ナイフますか？内臓ナイフ。部分じゃなくて、カニを並べて、包装します。袋を入れて、機械を入れて、で、また箱を入れて、詰めて、また詰め、あの、包装する機械あるの。それ入れて、並べて終わり。で、また、カニの皮とか、カニの長さを調整すると、切ったりする？大丈夫です。アンギターさんって誰なの？アンアギンギタタさんはもう一人の候補者誰ですか？もう一人の候補者です。ああ、そうですね。わかりました。はい。じゃあ次ね、ごめん。失礼します。アンギタさんは次お願いします。ごめんね。はい、じゃあフィナーさん続けてお願いします。どうしてまた日本に戻りたいですか？アンギタ、あ、あの、フィナーさん。まだお金貯めたいですね。お金貯めたい。いくら、日本、あと何年ぐらい日本に住みたいですか？いや、とりあえず3年ぐらいかな。残念ですね。検査では、もちろん転職は可能なんだけど、少なくても2年以上の条件で応募してもらいたいんだけど、2年辞めないことを約束できますか？2年までですか？ 2 約年束。以上。だから、もちろん3年でもいいよ。5年でも OK。でも、辞めたくても2年以上働いてもらいたい。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。もともとビザ申請代はあります。それは行政書士に頼んでおりますので、本来、フィナーさんが払ってもらいたいんだけど、今だとお金多分困っているから、会社が立て替え、払ってあげます。それは大丈夫ですか？会社からですか？会社から立て替えね、代わりに払ってあげるけど、
2年以上働かないと、それは免除できない。会社にああ、はい。返してもらいます。給料から行きますね。立て替えだから。でも、2年以上働いてもらえれば、その、会社が払ったお金は、返さなくていいっていうのあるんですけど、大丈夫ですか？大丈夫です。とにかく寒いです。大丈夫かな？寒いと重いですね。で、ハサミ使って仕事が多いです。なので、ここが痛くなる。大きいハサミですね。このぐらいのハサミかな？そんなに大きくないけど、ハサミずっと使うから、ここが痛くなる。まあ、だんだんやると、ここ硬くなって痛くならないんだけど、最初は痛い。で、最初は残業もあんまりないけど、仕事早く綺麗になれたら、仕事いっぱいあります。残業もいっぱいあります。仕あ事。と、頑張れば給料もっと高くなる。はい、ありました。は今は、1026円だけど、今度、い。もっと1050円、1200円もなる。それは、フィナさんの頑張り次第。ありました。今までの会社、どのぐらい手取りもらいました？給料ですか？今までは1050円かな？ 1050 円。1050円ですね。手取り1ヶ月どのぐらいもらいました？18万、17万。18、17ぐらい。わかりました。夜勤ですか？日勤ですか？ずっと夜勤です。あ、夜なんだ。はい。今度の仕事はや、あの、日勤も朝から夕方までしかないんだけど、休みは日曜日ですね。ずっと、毎週の日曜日休み。1回ですか？日曜日だけですか？1回です。もちろん、休みたい、病気になったりするときは連絡して。でも、よく休むと、今度、働かせなくなるかもしれないから、もう稼ぎたいた、本当この会社稼ぎたいって思ったら入った方がいい。ちょっとだけ働きたいなと思ったら辞めた方がいい。仕事が忙しいから、働きたい人を応募してもらいたい。はい、わかりで、あと1月、2月、3月ぐらいは暇だから、もしインドネシア帰るんだったら、1ヶ月から3月の間、有給ました。はい。まで帰っても大丈夫。交代ね、みんな1回ずつ帰るね。それはもう、相談してからチケット取る。相談は、例えば来年帰りたいっていう、今頃、今年から相談して、社長いつ帰った方がいいですかって社長確認して、じゃあこの日からこの日まで帰っていいよって、OK、許可もらってからチケットを取る。チケットを取ってこの日休みたいですってよくない。それは相談ならないから、相談してから帰ってもらいたいですね。はい、わかりました。はい。わかりました。日本にいて何か大変なことはありましたか？いや、今まではないです。なんか、背中痛いとか、お腹痛いとかあった？ないです。で、日本はもう5年日本にいたんですね。同じ会社ですか？です。最初は福島ですね。次は埼玉。じゃあ、営業所だけ、工場の営業所だけチェンジですね。同じ会社のグループですね。はい、同じパン工場ですね。今の会社、戻らないですか？ああ、戻らないです。戻らない。なんで？ 私、遅かったからね、契約が終わって、すぐ帰りたいって言ったから、もう戻れないだって。今、戻りたくても戻れないんだね。はい、そうですね。もう一回行きたいですって言ったら、断られた？いや、もう多分もうできないと思う。あ、もうできないんですね。でも、会社いいよって言ったら、戻りますか？あ、戻らないです。戻らない。まあ、パン工場、結構、そんなに大変な仕事じゃないじゃん。寒くない私、し、まあ。でもこの間の仕事は結構大変ですね。手を作るから、なんかミキシングするとか、粉も25キロぐらい。持ってた？よく頑張ったね。背そう中です痛ね。くなかった？
や、最初だけは体痛くなったけど、だんだん大丈夫になりました。わかりました。結婚する予定はいつ頃かありますか？今はまだまだですね。まだ恋人もいないし。後ろはお家ですか？そうですね。こっちは上のうちがな、下はあるから、今、うるさいから、田舎ね。ああ、嫌いなお家だね。全然まだまだできてない。それは、日本に来て、貯金して、打ち立てた？でも、これは私とお母さんの家から、今度自分の家と思います。兄弟いないですか？兄弟。いや、私は一人ですね。いいです。お父さん、お母さん、日本に来ないで帰ってきてください。一人しかいないでしょ？言わないですか？いや、大丈夫です。大丈夫です。朝も結構働いてるから。そうですか。じゃあ今後日本に来たら自分のお家建てたい。はい。わかりました。日本に帰って、じゃあ年金手続きもしました？今は年金はお金にするですね。今はでもまだできてないです。待ってます。もうでも手続きしましたね。はい。わかりました。5年間の年金ですね。5年、そうですね。特定技能2になると、ずっと日本にいられます。特定技能2の5年終わったら、永住権も申請することができる。でも、特定技能にも、テストがありますよね。ありまテすスね。あと1年ぐらい働ければ、テストを受けることはできるよ。今度、いい受けてかみな。る？ わかりました。帽子かぶらないですか？ヘいジャや、ブ私、ク。かぶらないですね。イスラム教？はい。日本に長いからもうかぶらないんだよね。そうですね。わ かりました。今、インドネシアって断食してる？私は断食してるけど、今度もし日本に戻ったらしないと思います。この間もしな。まあ、休みの時はしていい大丈夫だけど、仕事中、昼間の仕事すると結構体疲れちゃう。はい。だから多分やりません。わかります。朝、だいたい何時ぐらい起きますか？今は私6時半ぐらい。6時半ぐらい。何もしなくても6時半起きちゃはい、そうですね。う。日本語 N3 持ってるけど、どうやって勉強しましたか？日本で。日本語をどんな方法で勉強した？でもだいたい人と話しますよね。それほうが早く覚える。わか読りむよ。ます。日本人と仲良くしました？はい。前の会社は結構日本人いますね。でも、次の会社はなんかフィリピン人たち結構いるから、なんか日本語ちょっと良 くないですね。ああ、じゃあ、そうなんだ。そう、日本人の方がまあ、いいそうかだね。な。日本人が。今度の会社は、モンゴル人、ベトはナムい。人、インドネシア人、日本人もいます。でインも、ド、ここは、あ、ん？インドネシア人は何人いますか？インドネシア人、先輩一人しかいない。あと、カンボジア人もいるんですね。でも同じぐらい。女の子で同じぐらい。今度もしかしたら一緒に住んでもらうかもしれないけど大丈夫ですか？知らない人だけど。2人だけです。お部屋は一個ずつある。でも同じ。アパート一人だったらダメですか？アパート一人でもいいよ。でも家賃高くなりますが。そ高れくなは、る。思います。どうして一人住みたいの？前みたいにね、いろいろありますよね。もし、女と女ですね。でも、変わんないけど、なんか今の大変。働いてる彼女とても、まあ、優しい、あと可愛い子だった。彼女、結婚し結婚たまらだしてない。
人とあんまり住みたくない？いいや、大丈夫。や、大丈夫。一人でもいいけど、家賃は高い。家賃は大変ですね。うん。これかな？それはね、ちょっと部屋によって変わる。大体3、2人だと、半分半分ね。1人だと、そうだね。1人でも2つ部屋あるから、結構広いよ。ああ、そうですか。はい。でも今、いるんです1人ね、行くならもったいないな気がする。部屋2つあるから。で、またキッチンも別あるし、あ、はい。女性でだも、から誰かと一緒に住んだ方が安全かな。一人だと危ないね。私と一緒に大丈夫ですか？一緒に。うん、まあ、ちょっとその時によって、誰かと住むとか、それで決める。わかりました。なんか、前の会社は一人だった？いや、前の会社は2人だった。二人だったね。喧嘩はした最初から最後まで一緒だった。の？うん、喧嘩だったの？あ、ない。仲悪かった。僕、仲良くしたね。最初からだから、インドネシアかああ、じゃあずっと5年間同じですね。ずっと一緒。なるもほどう、ね。兄弟。うん。彼女、まだ日本にいますか？友達？一緒に住んでいる人。今月は結婚してからまた日本に戻る。うん、わかりました。でも、皆さんと一緒だから、もう私と一緒に戻れないですね。そうだね。はい、わかりました。うん、まあ、日本語も上手なので、また企業、連絡して、面接決まったら連絡しますね。いつでもいいですね。今働いてないから。わ かりました。じゃあ、また連絡します。今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい。